にめはお、おしいまさし。みなさんこんにちは、まさしです。私は中国語検定試験3級に1回で合格できました。今日はいつから勉強を始めたか、どのように勉強したか、勉強と本試験の対策を自分の経験をもとにお話ししたいと思います。6月21日に、これは何か資格を取らねばと発奮する出来事がありました。中国語検定試験は11月28日です。6月23日に1冊目の参考書を買いました。それが、惜しくて見えへんな。難しいね。この、出るとこだけ中国語検定3級合格一直線という参考書です。この参考書は、8月12日に、1冊目勉強し終わりました。そして8月13日から2冊目の参考書で勉強を開始しました。見えるかな、難しいなこのやり方。これが2冊目の参考書です。完全攻略中堅3級なんていうか、ね、8週間の学習プログラムですかね。これを9月の12日で2冊目終了です。9月の12日から17日の間に3冊目の参考書で勉強を開始しました。よいしょ、できるかな。これが3冊目の参考書です。出題形式で学ぶ中国語検定試験3級に合格するための本というやつです。この3冊目の参考書だけはスマートフォンにリスニング用の音声をこうダウンロードしたり、こうインターネットとかでこう聞いたりすることができなかったので、CD で、リスニングはだから自宅で勉強して、で筆記用の勉強は電車の中、通勤の電車の中や、会社に着いてから始業前に勉強していました。そして、11月9日までかかったんですけども、3冊目の参考書を終了しました。そして11月9日から4冊目の筆記用の参考書を使って勉強を始めました。これが、筆記用の4冊目の参考書です。なんて書いてるかな。合格ダッシュ中国語検定3級トレーニングブック筆記筆記問題編です。よいしょ。これは11月23日までかかって勉強を終えました。最後11月23日に5冊目のリスニング用の参考書で勉強を始めました。よいしょ。これがなんかピントついてる。5冊目のリスニング用の参考書で、合格ダッシュ中国語検定3級トレーニングブックリスニング問題編です。よいしょ。この5冊目の参考書はなんと11月28日試験の当日の朝までしてやっと勉強を終えました。そして試験当日は
一冊目の参考書を持参しました。よいしょ、一冊目のこの出るとこだけの参考書を持っていきました。私が覚えられない口語関係の箇所を試験会場へ行く電車内で何回も何回も読みました。プーチン何々アラタンとかいうのは論理的な表現は日本語でも私は使わないので、最も苦手です。そしてノートは6冊使用しました。よいしょ。映ってるかな ?6 冊。ノートは6冊使用しました。また後で別口で写そうか。そうね、なんかちょっと写りが今一つだな。はい、辞書は持ってません。2018年10月から NHK のテレビで中国語、これですね、今最新のテキストですけど、そしてこれも最新のテキストの毎日中国語、そして今はこれ再放送ですけどステップアップ中国語を勉強しています。ステップアップ中国語の前にレベルアップ中国語っていうのをやってて、それも勉強してました。テレビは予習または復習をテキストでして、ラジオはテキストを見ながら聞いています。ちょっと汚いけど、ドイツ語も混じってるけど、NHK のテキストですわ。ここ、汚くてドイツ語も混じってるけどね。よいしょ。ここにも、汚くてドイツ語も混じってるけど、ここにもちょっとあるのかな。残念な。大学生から社会人になって間もない頃まで、今と同じように NHK で勉強し、学生時に中国語検定準4級と4級に同時合格をしました。その後、結婚や子育てで語学をやめてしまって30年が経ちました。勉強として、まず第一に必要なのは、とにかくノートに中国語を書くことです。普段 NHK のテキストで見慣れていても、例えばティエン・ファー・ハオ・マーのマーが書けない。これわかるかな。ティエン・ファー・ハオ・マーのマーが書けない。リスニングは引っ掛け問題が多くて、私はすべて引っ掛かりました。例えば、カメラの、シャンチーが正しいのにシャンチーとしたり、映るかな、カメラね、シャンチーが正しいのにシャンチーって書いたりしてますね。はじめのうちは、これが2番目、勉強で2番目に大切なことですけども、リスニングの問題や選択肢もすべてノートに中国語で聞き取って書いていました。見えるかな。例えばこんな感じです。よし。貿易という意味の、マオイとセーターという意味のマオイの引っ掛けとか、本当にいやらしい問題ばかりです。頻繁に出てくるチャンティン、レストランも何回も書いているうちに書けるようになってきます。ここだね。暗いか。チャンティン。鍵っていう意味の矢押しですね。これも字自体は簡単なんですが、私はいつまでたっても覚えられません。
矢押ってこれですね。矢押し、ここも思い出せなかった。矢押しが覚えられない。9月31日でもまだ矢押しが書けない。もうどうなってるんだ。ここなんかそもそも間違ってない。ウォーパー通信ちゃ、矢押しテューラーやのに。違う矢押し書いてるし。と、韓国の韓ですね。ハンクオのハンもいつまでたっても覚えられません。ハンクオはだいぶ後半だから惜しいとこまで来てるな。もうちょいやな。ハンクオじゃないけどハンイ、ああ惜しい。ハンウェンってと、試験本番での対策、あれ見てるかなんですけども、リスニング試験は、日本語でもひらがなでもいいのでメモをするべきです。よいしょ、もう思いっきりひらがな、ドラえもんとか書いてるけどメモをするべきです。選択肢に丸×を書くのも有効な手段です。1から4の選択肢を聞き終わってから正解が何番だったかわからなくなる時があるからです。こんな感じですね。本試験はリスニングから始まりますが、私は1問目から、何を言ってるか全く分からず、これは神経式の問題かとパニックになりました。2問目から、なんとか軌道に乗せましたが、落ちても死ぬわけではないので落ち着いて臨みましょう。では、最後にまとめですが、1番目、ノートに中国語を書くこと、2番目、リスニングの問題や選択肢も全てノートに中国語で聞き取って書く、3番目、リスニング試験は日本語でもひらがなでもいいのでメモをする。4番目、選択肢に丸×を書く。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの健闘を祈ります。